エンリケセレソ・トーレスは、スペインの映画プロデューサー、実業家、投資家。2003年5月28日から、プリメーラ・ディビシオンのアトレティコ・マドリード会長を務めている。また、エンリケセレソ・プロデューケーションズ・シネマトグラフィカスや、ローカルテレビ局のハチ・マドリード、マドリードの映画館チェーンのコンデ・デューク、ビデオ、オンデマンドインターネット会社のフリックス・オーレのオーナーでもある。 スペイン映画の70%以上の作品の権利を保有しており、スペイン国内の映画部門のリーダー的存在となっている。1971年、映画ベンテ・エ・アレイモニア、ペペのカメラアシスタントとして映画界に入った。3年後、ラソン・リ・サデル・ソル・アルマーノの監督を務めた。映画プロデューサーとしては、エンリケ・セレソ。 プロデュークチオニズシナマティグラフコスを所有しており、それまでにも何本かの映画を制作していたが、1990年代からプロデューサーとしてキャリアを積み始めた。1998年からは、スペインとアメリカ多数カ国から映画制作者を集めた組織、エゲダの会長を務めている。2010年11月には、2009、2010年の 最優秀映画制作者に贈られる、ウェルバ映画祭のシティオブ、ウェルバ賞を受賞した。2003年5月30日、いくつかの制裁と資格剥奪を経て、ヘススヒルはアトレティコ・マドリードの会長を辞任し、後任には1987年から副会長を務めていたエンリケ・セレソンが就任した。当初から、特に2004年5月14日のヘススヒルの死後、ヘスススジルの息子であり、 相続人でもある CEO のミゲル・アンヘル・ヒル・マリンとクラブの経営を分担した。アトレティコ・マドリードが欧州大会への出場権を得たのは会長に就任してから4年後のことだった。2006から07シーズン、ハビエル・アギーレを監督に招聘。また、クラブの技術秘書で元スペイン代表のトニムニョスのアイデアでセルフィオ・アグエロを獲得し、 フェルナンド・トーレスとの2トップは得点を量産した。そのシーズン、チームは選手の怪我に苦しむもリーグ戦では7位、インター・トトカップと UEFA カップの出場機会を得ることができた。2007年にはエスタディオ・ビセンテ・カルデロンをマドリード市に売却し、チームのキャプテンであるフェルナンド・トーレスをリバプールに売却した。2007から08シーズン、 チームは12年ぶりに再びチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。2009から10シーズン、2010年5月12日にドイツのハンブルクにある HSH ノルトバンクアレーナで行われヨーロッパリーグ決勝戦ではイングランドのフラムニを破り優勝した。クラブがタイトルを獲得したのは1996年以来となった。また、 コパデルレイの決勝戦にも出場したが、セビージャで敗れた。ただ、決勝戦のアトレティコサポーターの人数は、マドリード外での試合で、クラブ史上最多の数を記録した。ヨーロッパリーグを制覇したアトレティコマドリードは、2010年8月27日、モナコのスタトルイドで、欧州スーパーカップ、インテル・ミラノと対戦し、 ホセアントニオレジェストセルヒオ・アグエロのゴールでニカからレで下し、同シーズンに2度目の国際タイトルを獲得した。2010年11月29日、セレソはシーズンの功績を評価され、インテル・ミラノの会長、マッシモモラッティと一緒に、ティエ・ポロ賞を受賞した。2011年12月に、ディエゴ・シメオネを監督に招聘すると、すぐにヨーロッパリーグではアスレティック・クルブを破り、 優勝する。2012から13シーズンにはコパデルレー決勝でレアルマドリードを破り優勝する。翌シーズン、クラブはリーガーエスパニョーラ優勝を果たし、クラブ史上最高得点となる勝ち点90を獲得した。同年、スーペルコパでもレアルマドリードと対戦し、合計2から1で勝利している。また、クラブはチャンピオンズリーグ決勝に2度進出した。 2017から18シーズン3億1000万ユーロの支出を経て、クラブは本拠地をエスタディオメトロポリターノに移動する。ありがとうございます。